セイバーメトリックスって最近ね、こう数字、まあアメリカなんか特にそうなんですけど、アレルゾーンって言って、打球速度を上げて角度をつけないと、ヘッドスピードが速くないと、間違いなく打球速度っていうのは上がらないと思うのね。はい、皆さんこんにちは。高橋さのりのスタジアムです。今日もですね、東京のくすみとつないでます。はい、今日ですね、僕なりにね、ちょっと野球をこうどういう風に見たら、ファンの方がこう楽しんでもらえるのかなっていうことをですね、いろいろ考えながらお話しさせてもらいたいなというふうに思いました。野球をね、もっと楽しくこう観戦できる、高橋さのり流の、野球の見方みたいな、なんかね、そんな企画ものにしたいなというふうに思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。今日はね、とりあえず、セイバーメトリックスって、アメリカなんか特にそうなんですけど、数字が大好きなね、アメリカ人の人たちが、こう、いろんなこう、なんか、数字を出して、これは、ああだっていう、こう、議論をしながらね、プレーの方にも、すごく影響を与えるような数字を弾き出しながら、今、野球をやってるっていうところで、もちろんね、科学の力とか、やっぱりそういうね、動画だったり、画像がすごかったりね、そういう数字がすごかったり、とかを見るとね、やっぱり本当に昔の野球との見方が全然変わってくるのかなっていうふうに思うので、ぜひですね、皆さんもそういうところを知ってもらえたら楽しいね、データになるし、知らなかったら何のことか一切わからないですから、一応ね、そういうのもいろいろこう頭に入れながら見ると、僕らと同じ目線でもしかしたら見れる可能性もありますし、もっと野球が楽しくなるようなね、そんななんか感じがするんですね。まずね、今日はね、打球の速度をちょっとね、こういう弾き出しながらね、やってみたいなというふうに思います。打球が速いとどうなのっていうところですよね。今ね、大谷選手なんかが、大谷がバーンと打った打球速度が、この前、192キロ、なんていう数字がね、出たんですよね。でも、それが二塁打だったんだっけ？打球速度が速いからってイコールホームランになるかっていうのもまた違うんですよね。だからそれはまたなんかバレルゾーンって言って、打球速度を上げて角度をつけないとホームランになかなかならなかったり、もちろんね、低い打球でキャーンと言ったらヒットになる確率はすごく高くなると思うけども、でもやっぱりそれが長打イコール長打になるかっていうのはそうでもないですよね。で、特に今のバットの打ち方って下からこうしゃくり上げていくような打ち方なんで、ライングライブっていうのもこういうライナー性のあたりでも下にこういう風にね沈んでいくようなボールだったりっていうのが結構多く打つバッターが多いので、だからそれがねホームランになる確率っていうのはもちろん低くなるけども、でもその打ち方がホームランになる確率が高いゾーンに打ち出せる可能性があるということで、今のこういうね打ち方になってるんですけど、速い打球打つからってパワーがあるかっていうところもどうなのかなっていう風に思うんだけど、でもやっぱりパワーがないとスピード、打球速度っていうのは上がらないと思うから、ね、それはいろいろと難しいなところかな。もちろん打球速度を上げるための技術もあるだろうし、そこにね、打ち出す技術もあるんだと思うんだよね。で、今シーズンの、MLB の最速ランキングなんだけど、1位はね、ヤンキースのジャンカルロス・スタントンですよ。もう皆さん、メジャーファンだったら知ってると思うんですけど、昔ね、雑誌で出てたんだけど、すんごい筋肉してたね。野球選手じゃない、あの体は。もうなんかね、大胸筋もグワーンってなってるし、もうね、三角筋なんかこうグワーンってもうなんか鎧つけてるみたいな、なんかそんなね、選手なんですけど。そのね、選手が 120.1 マイル、193キロなんだって。今シーズンの1位はスタントンと。で、最速ね、2位ですよ。2位が大谷なのね。大谷が119マイル、192キロ、スタントより1キロ少ないんだけど、でもこのスピードもすげえなーっていうふうに思うなー。3位がね、エンゼルスのアプトン、ジャスティン・アプトン。4位がコレア、アストロズね、コレア。5位がハーパー。ハーパーがこんな低いところにいるんですよね、実は。ハーパーしたら、ムーンショットって言って、パーンと高い打球をこう打って、ホームランにする、ホームランアーティストが打つような、打球をこう打つんですけど、でもそのね、ハーパーもやっぱり速度的にはそんなに、なんだね、116.3 マイル。次、アベレージね、アベレージいくと、スタントンがね、97.9 マイル、158キロ。これもすごいね。で、出ましたよ、アーロン・ジャッジ、ヤンキースのね、97.4 マイル。
あこれもやっぱりすげえな、まあね、大体、こういう速度速いバッターってやっぱりホームラン打つバッターが多いのかなっていうのもね。で3位がアクーニャジュニア、今大谷の次かな、ホームランのランキングにいるのは 95.9 マイルで、4位がソレア、ホルヘー・ソレア、ソレアロイヤーズね、完全スティロイヤーズで、5位がマイク・トラウト、まあエンジェルスのね、トラウトですけど、トラウトもやっぱりパワーはね、すごくあると思うし、まあなんつってもやっぱりここに出てくる上位の選手ってやっぱりスター性のある選手ばっかだね。アベレージで言ったら大谷が23位で 92.3 マイル、でもこんなにトラウトとの差も大してないんだよね、 1.9 マイルかぐらいの、ね、速度だから、大谷もね、23位とはゆえ大して差はないよっていう感じのレベルの打球速度です、はい。でね、2020年の打球速度の打席結果なんですけど、100マイルをね、超えるとヒットになる確率高いですね。で、打率で言ったら5割9分3厘、100マイル以上のね、打球を打った人ですよ。1926打席あって、6477本がヒットになる。5割以上の確率で、100マイル以上打った人はヒットになるってことだよね。で、110マイル、次。を超えた人がほぼ5割の確率で長打になったんで、ホームランは3割710打席あって341長打で、2塁打が120本、3塁打が5本、でホームランがやっぱり一番多いね、216本、まあ内訳なんですけど、やっぱ打球が速ければ長打になる確率は高いよっていうことですね、まあ結局その打球が速いイコール、まあ、ヒットになる確率が高くなるっていうのはよく分かったんですけども、打球が速い選手っていうのは、要はバットスピードが速いとか、そのインパクトなのか、うん、どういうことがこう打球が速くなる結果になっていると思いますか？絶対言えるのは、ヘッドスピードが速くないと間違いなく打球速度っていうのは上がらないと思うのね。だからとにかく子供たちにヘッドスピードをどうやって上げればいいんですかっていうことをよく質問されるんだけど、とにかく体を大きくして振らないと速度上がらないから、とにかくバットを振ってこのヘッドスピードを上げることが重要じゃないかっていうことをね、言えるんじゃないかなと思ってね。だからまあもちろんね、捉えるとか捉えないとかっていうのはその時にね、例えばうまくボールの下にバットがこう入ってね、ほんと数ミリの差でホームランになる角度に飛んでいく可能性があるわけだから、だからまあね、とにかくヘッドスピードを上げることが打球速度につながるんじゃないかなっていう、もちろん技術もあるけどね、打球速度に限らずですけども、結構こういうデータってチームのそういう戦略とかに反映されたりされるんですか？もちろんシーズン中のデータで、今ほらみんなこう帽子のとこにこう見たりポケットに入れて、だってキャッチャーなんかここにねあったりとか、そういうデータも多分その数字に入ってるし、なおかつこうやってね思い切って引くシフトとかも、それが多分数字が元になって出てるのね。でこのスピードでここのコースに行ったらこのバッターはここに行く可能性が高いっていうポイントでも出てる。例えばセンターのちょっと右側に行く打球がアウトコースの低めの90マイル以上の球を投げたらここに行く確率が高いとか、そういうところまで多分出てるのね。だからそういうところをもう全部こう数字で弾き出されながらこう守備陣を取ってるんだよね。であとアマチュアのドラフトにかけるときもその数字をもとに結構ドラフト上位だったり取ってるところも多いね。ということでね、必ずしも速度が速いからホームランになるっていうことでもないんですよね、皆さんね、分かりやすいなっていうところで、まあ、大谷のね、場合だと119マイル、まあ、最速打った今シーズン2位の記録を出したのも実は2塁打107メートルしか飛んでないのに対して115マイルだったのが実はね137メートルのホームランになってたりするんで、まあ、速度が速いからイコールホームランになるかっていうのもまたこれは違うことだと思うので、とにかく先ほども言いましたけどバレルゾーンっていうねところに飛ばしていかないといけないっていうところを、まあその技術もあるんですよね。だからそれはね、ちょっとまた今度そのバレルゾーンの打球角度の方法をやっていきたいなと思うので、まあ大谷がねなんかそのバレルゾーンに飛ばすのが結構メジャーリーガーの中でも上位なんだってっていう話を次回ですね、話したいなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、ということでですね、これからも数字に対していろいろちょっと、ね、深掘りしていきたいなというふうに思いますので、
ぜひですね、お楽しみにしてもらいたいなというふうに思います。まあ、ね、僕なりに勝手にですけど、まあ、アメリカにね、いる以上、こうなんか数字の方がすごくね、なんか面白くなってくるので、まあ、その数字をね、本当に深掘りしながら、赤字さんの理由、野球の見方みたいなね、のを少しお話しさせてもらえればかなというふうに思いますので、これからもぜひですね、楽しみにしていてください。はい、ということでですね、皆さんのおかげでですね、ようやくチャンネル登録数5000人をですね、ようやく行きまして、まあ、以前からね、プレゼント企画をしようということを言ってましたしので、ここで、やっていきたいなと思います。アメリカで、ね、やってるアカデミーの帽子を作ったので、それをね、ぜひ皆さんに5000人行ったということで、プレゼントしたいなというふうに思います。まだね、まだまだこれからもまた少しずつですけど頑張っていきたいと思いますんで、ぜひですね、チャンネル登録まだの方はですね、していただいて、これからも地道にちょっとずつちょっとずつ頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。バイバイ。